手を開けているですね、公務でない選挙をやってたという意味で言ったんですよ。官邸を開けていたというね、そういう感覚が私には分からないと申し上げているんです。いかがですか。安倍内閣総理大臣。さあ、危機管理はちゃんとできているかどうか、で民主党がそんなこと言えるんですかと、私はそういう気持ちにもなりますよ。それはもうはっきりと申し上げてね。で、静かに静かに。私はですね、いや先ほど愛媛丸の例をありましたが、静かに愛媛丸の例をありましたがね、あの時私は官房副長官で、東京で、それを担当して、おりました。まあ、ですから実際私はその時官房副長官としてオペレーションを担当していましたが、これは官房長官の私は代理として職務を果たしていたと思いますよ。でその中においてあの時ですね、外務省に対しても、あるいはまた海保に対しても、さまざまな指示を出しておりましたし、アメリカとの連絡において官房副長官としてその役割は果たしておりました。まあ、ですから、官房長官がですね、離れていたから官房副長官ではダメだということではなくて、これはもう法律にそうなっているわけでありますから、だから官房副長官というのはそういう覚悟を常に持ち、準備をしながら、そういう体制を整えながらですね、当然官房長官や総理と直ちに連絡を取れるようにしていくということであろうと思います。でまた選挙でありますから、安倍内閣のですね、考え方を国民に、選挙という機会を通じて国民に伝えていくということも、これは政治家としての側面もあるわけでありますから、それは一つの当然ですね。まあ民主党にとってはそれは官房長官が選挙で回るということは嫌なことかもしれませんけどね、そこはですね、これ仕事との関係においてはですね、何ら支障はないということははっきりと申し上げておきたい。その段階で官房長官を中心にオペレーションをしなければいけないという状況では全くないわけでありますから、そこについてですね、そういういわば官房長官がまるでですね、ぼーっとしてたかのごとくのですね、ご指摘は私は全く当たらないし、それは失礼な指摘ではないかと、このように思います。岡田君。まあ、総理は言いたいこと言われましたけれども、まあ、後でよく精査されて削除された方がいいとは思いますが。